RPG で日本に何が起きた、闘魂はどこに、という記事が大きな話題になっていました。記事は米国の首都ワシントンに本拠を置く1935年創業の大手世論調査及びコンサルティングを行う企業ギャラップの自国のために戦う意思に関する国際世論調査の結果をもとにしているようです。海外大手サイト QGAG の記事タイトルには、調査結果の数値で最下位の日本に驚きを隠せないライターさんの率直な感想がそのまま現れているようです。調査はギャラップ社が64カ国6万2000人を対象に行ったもので、自国のために戦うと答えた人の割合は日本が 11% で最低となっており、その後はオランダ 15%、 ドイツ 18%、 ベルギー 19%、 イタリア 20% とヨーロッパ各国が続いています。最も割合が高かったのはモロッコとフィジーで 94% でした。興味深い調査結果に外国人から様々なコメントが寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外で話題の記事は下の説明文内のリンクからご覧ください。